4月13日、堺で市民ふれあい会館で、令和5年度香川長寿大学西高の入学式が行われました。今年入学したのは男性21人、女性28人の合わせて49人です。最高齢者は男性が81歳、女性は86歳です。はじめに香川長寿大学学長で香川県知事の池田豊人さんからお祝いの言葉がありました。加えて地域においては人と人とのつながりが希薄になってきております。こうした中、住民一人一人が主体となって互いに支え合って助け合う共助の社会を実現することがますます求められているところであります。香川長寿大学は60歳以上の方が講義を通じて仲間の輪を広げていただきながら知識や教養を深め、自らの健康づくりにも、通じ、また生きがいづくりにも通じる取り組みを行って、まいります。また地域社会の指導者として、ご活躍いただくことを目的としております。平成2年度に開校をいたしまして、平成26年度からは多くの方に受講して、いただくためにこの西高を開校いたしました。またこれまで両校合わせて約5500名の方が卒業をされて、それぞれの地域で意欲的に活動されているところでございます。もとより豊富な知識と経験技能を要する皆様方でございます。社会の重要な担い手として、また地域を支えるリーダーとして幅広い活動に積極的に取り組んでいただけますよう、これからもお願い申し上げます。本学でより一層見識を深められ、それぞれの地域でリーダーとしてご活躍をいただけますようにお願いを申し上げます。結びに、皆様方には健康と安全に十分ご留意されまして、この2年間が実り多く充実したものとなりますことを心より記念申し上げまして、入学にあたりましてのお祝いの言葉にさせていただきます。受講期間は2年間で、受講生は堺出市宇多津町内の2つの会場に歴史や健康福祉など6つの科目の講義を受け、地域社会での実践的な指導者となる資質を身につけていくそうです。